MHF チャンネルチュクチュク。動画をご覧の皆様、いつもご視聴、いいね、コメントありがとうございます。質問や相談などのコメントを多くいただいておりますが、お悩みがしっかり解決できるようにお返事に少々お時間をいただいております。順番にご返信していきますので、質問や相談などありましたら気軽にコメントいただけると嬉しいです。今回はローランドの電子ドラム VAD506 をドラマーのリュウさんにデビューしていただきます。はい、見てください。この電子ドラムはアコースティックドラムと変わらない見た目でめちゃくちゃ存在感があります。電子ドラム史上最高のモデルと言っても過言ではないかと思います。で、見た目以外にもすごいところがありますので、実際の音質やレスポンスがどうなのかをレビューしていきたいと思います。で、前回の組み立て動画でもいくつか紹介をしましたが、音色に関して気になる方もいると思うので、いくつか気になるプリセットの音源もご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。当店では DJ を中心にドラム、BPM に関するお役立ち情報を配信しております。最新機材レビュー、アーティストレビューに加えて、初心者の方も楽しく楽器や DJ が学べる講座を作っております。ドラム講座では DA さんにいろいろと教えていただいております。概要欄下の再生リストをぜひご覧ください。それではリエさん、よろしくお願いします。はい、まず何と言っても目を引くところはこの見た目ですね。 VAD とは V ドラムアコースティックデザインの略で、アコースティックドラムと同じ見た目の電子ドラムになっています。これまでのコンパクトに収まった電子ドラムと比較しても全然違いますね。前回の組み立て動画からもう違いは明らかでしたが、スタンドも電子ドラムだと一体型のラックにスネア、タム、シンバルなどを取り付けるものが多いですが、これは全てがこのようにね、独立をしています。スネアやタムなどもパッドだけのものが多いですが、シェルも木製のものでとても高級感があります。で、フロータムの位置もラックに取り付けるタイプではなくて、このように独立をしているので演奏する位置の自由度も高くなってますし、正面から見た時の存在感でバスドラはやはり大きいですね。ほとんどのものはコンパクトなキックパッドになっていますが、20インチのバスドラムで存在感がかなり大きいです。で、もちろんアコースティックドラムと同じように重さもしっかりあるので、叩いた時の感覚というのは全く変わらないです。アコースティックドラムを使ってきたドラマーの方の中には、電子ドラムを使ってみたいけど見た目が違うっていうことで敬遠していた方もいるんじゃないかなと思います。メーカーの方で、電子ドラムになかなか振り向いてくれなかった方に振り向いてもらえるようにということで、まずは見た目の部分でアコースティックドラムと区別なく使っていただけるようにということで、このモデルが開発されたようです。ライブ演奏などステージ上での存在感もしっかりとあるので、アコースティックドラムの存在感と電子ドラムの利点というのを両立した電子ドラム史上最高のドラムだと思います。それぞれのパッドの反応や表現力についても見ていきたいと思います。じゃあ実際にスネアを叩いてみたいと思います。スネアは手をこのようにね、かざすだけでクロススティック奏法を認識して演奏できるようになっていますね。で、細かい表現もかなり正確に再現していると思います。で、本物のスネアを叩いている感触と変わらないですね。で、ゴーストノート、オープンリムショット、そしてクローズリムショットも綺麗に再現されていると思います。で、演奏したい音がとても正確に再現されます。こちらのスネアなんですが、組み立ての時にも少し説明したんですが、スネアとライドシンバルはデジタルパッドっていうのを採用しています。接続するときに、ケーブルがこれ USB ケーブルでモジュールと接続したと思いますが、この USB ケーブルで接続することで、今までのアナログパッドよりも情報をたくさん送信することができるようになったので、感触、表現力っていうのがかなり向上しています。では次にタムを叩いてみます。はい、これも細かい表現も正確に再現されていると思います。
このようにロールですね。こんな感じで中央をロールした時なども自然な音量変化が再現されていますね。本物のタムを叩いてる感触と変わらないです。じゃあキックを叩いてみます。やっぱりこの20インチの、ね、大きさ、迫力、このずっしり感がありますね。踏んでてアコースティックの本物のバスドラムを叩いてる時の感覚と変わらないです。ダブルを踏む時も強弱をつけることができます。シンバル、ハイハットを叩いてみます。感じでシンバルはこれまでのものよりも 40% 薄くなったようです。で叩いた時の、 この揺れ方も本物に近くなっているので、本物のシンバルは叩いているような自然な感覚が得られます。でライドシンバルはデジタルパッドになっていて、特によく表現されていると思います。こんな感じで叩く位置によって自然な音色変化も感じます。叩いた後にで触れるだけでミュートもできるようになっています。個人的にこのこういう細かい音が非常に再現されているのがいいなと思いますね。レスポンスが早いですね。他の電子ドラムではなかなかなかったので、これはすごいなと思いました。今のこのタムとキックとシンバルに関しては、一応これ、それぞれこのモデルのために新しく開発された仕様になっていまして、センサーも最適な配置で複数、搭載されているので、これ自体アナログパッドにはなるんですが、今までよりも表現力が向上しているので、かなり反応がいいのではないかと思います。スネアタムバスドラはアコースティックドラムと同じようにテンションの調整をすることもできます。もともとメッシュヘッドでスティックのリバウンドも自然ですが、自分好みの打感に近づけるように調整できるようになっております。でただこのドラムでは打感を調整するだけの機能なので、これで音の高さを変えることはできません。でピッチはモジュールで変えれるようになっています。これはめちゃくちゃ便利だと思います。実際にいろいろ変えていこうと思います。ピットエディットというボタンを押して、これでエンターを押すと、チューニングと書いてあるところがあるので、スネアをチューニングする場合はスネアを叩いて、でチューニングのところでこのノブを回すと、今ゼロだと、この例えば70までいくとこんな感じにめちゃくちゃ高い音になります。タムもチューニングを変えていきます。これが今ゼロなんですけど、100だとこんなに高くなります。でマイナスにも変えれるんで、このタム一つでこんなに低くもチューニングを変えることができますね。すごい自由自在です。なのでチューニングキーで調整して確認していかなくても、このようにボタン一つで次々にピッチを変えれるので、調整にかかる時間がとても早くなります。例えばライブ中でも次々に変えていったり、曲によって変えたり、すぐにねいろんな音色を叩くことができます。今のピッチ調整もそうですが、自分ならではの音を作ろうとする時の調整、例えばチューニングの調節やミュートをつけたり、スナッピーの張力の調節をしたり、ヘッドの種類を変えたり、バスドラムのビーターを変えたりということがこのモジュール一つでできるようになっています。その辺もいろいろ触っていきたいと思います。バスドラム、
これのビーターを変えることができるんですけど、固めの音がいい時はこの硬いビーターを選んだり、柔らかめの音がいい時はフェルトタイプのビーターを選んだり、こんな感じで、そんな感じで調整をすることができます。あとはスネアのミュートですね。いろんな種類のミュートタイプを選ぶことができます。絵で出てくるので、どういうミュートがされるのかっていうのが分かりやすく書いてありますね。例えばガムテープで貼ったり、それだと、まあ、これぐらいのミュートで、一番ミュートされると響きが抑えられるか、全部ミュートされているパターンで、こんな感じで何もしなくてもボタン一つでミュートがされる。ですごい便利ですね。シンバルもミュート機能がついてまして、これは何もミュートされてないんですけど、これをマックスでミュートするとこんな感じで、もう手で触らなくても響きを抑えることができますね。あとは銅の深さなんで、結構一般的なのが5インチぐらいですね。これマックスだと30インチまでいくんですけど、本物だと結構深いと、こんなに深みのある音が再現できます。1だと結構だと思うんですけど、こんな感じで、このボタンだけでもう1から30までの深さを選ぶことができます。なのでわざわざスネアをいっぱい買わなくても、もうこんなにいろいろな銅の深さのスネアを叩くことが、パンクだったら薄いのにしたり、ハードロック、深みのあるスネアサウンドを叩きたい場合はこれでもう何の曲でもできますね。ドラマーなら知ってる方も多いと思いますが、ドラム演奏する場所によって音色が大きく変化して演奏に大きく影響します。でこのモジュールでは環境を変えることができるので、さまざまな空間で自分のドラムキットがどう聞こえるのか再現ができます。あと他にもこのモジュール TD27というモジュールには練習機能も充実しているので、楽しく演奏することができます。 V ドラムではおなじみのコーチモードだったりとか、日々の練習をサポートする機能っていうのがたくさんついています。 Bluetooth 機能もついているので、まあ、例えばスマートフォンとかと接続して、好きな音楽を流しながらそれに合わせてドラムを演奏するっていうこともできます。なので叩いてみた系の演奏もしやすかったりすると思います。それでは実際にいくつか音源を選んで叩いてみたいと思います。ソングっていうボタンを選ぶとインストのデモ演奏が流れるので、それに合わせて叩いてみましょう。
では次はアコースティックドラムではなかなか出せない音を選んでみたいと思います。55番の909を使ってソングでファンクを選んで叩いていきたいと思います。はい、こんな感じの音が鳴ります。ではこの音源モジュールには、プリセットが全部で65個、ドラムキットが登録されているんですが、これをちょっと駆け足で紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、
では65個のプリセット全部叩いてみたんですけど、もう本当に一つ一つ全部音質がすごく良くて、ここはやっぱりローランドのこだわりの高音質だなっていうのをね叩いてて感じました。あとはもう見た目がこんな感じでアコースティックドラムにかなり近い、見た目のインパクトがすごいあります。あとモジュールの機能です。ボタンも一つでインチが変えれたり、ヘッドの種類とかシンバルのインチも変えれますし、ビーターの種類も変えることができますね、はい、なのでチューニングの手間もそこは省けるので、もうこれ全部買うとしたらかなり高くなると思うんですけど、このドラムセット一つでいろんなジャンルの曲を叩くことは可能ですね。なので全部ひっくるめても電子ドラム史上最高のモデルとなっているんじゃないかなと思います。リエさんありがとうございます。リエさんには他にもドラムのお役立ち動画やレビューをしていただいてます。備考欄に再生リストを記載していますので、ぜひこちらもご覧ください。今後も、ドラムに関して新商品のレビューだったり気になる情報を検証したり、動画をアップしていきたいと思います。なので気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの知りたい情報、より良い情報をお届けして、音楽ライフがより良くなる動画をいつもお届けするよう心がけております。これが知りたい、あんなことをやってほしいなど、質問や感想など、今後の動画作成の参考にさせていただきますので、コメント欄にぜひコメントをお願いします。Twitter、Facebook、Instagram でも役立ち情報やお得なキャンペーンなど随時発信しておりますので、ぜひフォローをお願いします。LINE の公式アカウントでは、これから音楽を始める方へのご支援として、ささやかながらクーポンを配布させていただいております。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次回の動画をお楽しみに。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。Thank you.